こんにちは、開講時のドローンジャーニーへようこそ。今回も皆さんと一緒にドローン楽しんでいきたいと思います。今回はリモート ID の動画になってます。この動画を見れば、まあリモート ID ってどんなものなのか、どういう人が必要なのか、内蔵されているドローンとか、外付けリモート ID の選び方とか、あと書き込み方とか、まあまるっとね分かるように説明していきたいと思います。今更ねリモート ID って思われた方もいると思います。もう知ってるよって人もいると思うんですけど、まあ、コメントでいただいて、リモート ID を内蔵していないドローンを使っていて、それが今もう分鎮化してると。リモート ID 問題で飛ばせなくなってるっていうようなコメントいただいたんで、まあ、今回は主にリモート ID 内蔵していないドローンを持っていて、これどうしようかなって、また飛ばしたいんだけどなっていう方のために、まあ、外付けのリモート ID についてお伝えしながら、かつ、内蔵リモート ID 機器を搭載したドローンを持ってる方はもう登録とかね、書き込みとか済んでると思うんですけど、まあ、一応その辺もさらっと共有していきたいと思います。まずそもそもリモート ID 機器とはどういうものかというと、ドローンを飛行させてる時に機体を識別するために、1機ごとに割り振られた12桁の登録記号というのをリモート ID 機器から電波で発信するための装置になります。2022年の6月20日から無人航空機の登録制度が始まって、 100g 以上の無人航空機は機体登録が義務化されました。ドローンの登録をすると登録記号というのが割り振られて、飛行時にリモート ID 機器で発信することが必要になって、かつ機体にもテープなどでその登録記号を表示させる必要が出てきました。登録手続きについては以前の動画で説明しているので、概要欄に貼ってあるリンクから参照してみてください。リモート ID から発信される情報っていうのは、登録記号以外にも機体の製造番号と位置、速度、高度、時刻が発信されてます。その発信された情報を航空局や警察、重要施設などが受信できるようになっていて、まあ、受信機を使って知り得た情報を国交省の登録システムに照会することで、機体の所有者情報などを把握することができるそうです。発信される情報に個人情報は含まれません。ちなみにリモート ID 機能の免除っていうのもあって、2022年6月19日までに事前登録というのを済ました機体は3年間リモート ID 機器の搭載を免除することができます。ちなみに3年間の登録期間が経過して更新しても、リモート ID 機器は引き続き搭載を免除されるということなので、事前登録しているリモート ID 機器を内蔵していないドローンについては、今のところ数年間はリモート ID 機器の搭載を免除されながら飛行することができるようになってます。まあ今後どう変わるかは分かりませんが、今のところそうなってます。一応ね、事前登録の他にもリモート ID 機能の免除については要件があるんですけど、一つは国交省へ届け出て特定区域で飛行させる、もう一つが係留用の設備を使用して飛行させるということなので、これは一般のドローンパイロットにはあまり関係ないところなので、基本的にはリモート ID 機器を搭載しないで飛行させるっていうところかなと思いますけども、一応免除の要件としてはこんなこともあります。リモート ID は内蔵とね外付けがあると最初に言いましたけど、リモート ID が内蔵されてるコンシューマー向けの DJI 機っていうのは、 Mavic 3、 Mavic 3 Cine、 Mavic 3 Classic、 DJI Mini 3、 DJI Mini 3 Pro、 DJI Air 2、 DJI Air 2S、 DJI Mavic Mini 2、それから DJI FPV になってます。なんで DJI 機で言うと内蔵していないのがインスパイアシリーズ、Mavic Pro 初代ですね、 Mavic 2 Pro、 この辺はね内蔵してたらよかったのにと思うんですけど、それから Mavic Air 初代ですね、あと Mavic Mini 初代、 DJI Spark とかね、この辺のコンシューマー向け DJI 機はリモート ID を内蔵していないので、事前登録していればリモート ID 機器搭載せずに飛行できますけど、事前登録自体知らなくてその期限がもう過ぎてしまって、今後飛ばすにはリモート ID が必要という方もいるみたいなので、そういう方は外付けリモート ID をつけて飛行させる必要があります。で、今回外付けリモート ID 機器紹介していこうと思って、メジャーどころのリモート ID 機器を作られるメーカーさんに声をかけて、実際にお借りできたものもあります。2社からねお借りできたんですけど、一応まあ今手に入る現実的な外付けリモート ID、 今回は全部紹介しようかなと思っていて、4社あります。ブレイブリッジ、エアロエントリー、イームズロボティクス、ティード、この4社の外付けリモート ID が、まあ使うなら現実的かなというところで、手に入りやすいし、各製品それぞれね、いいところと悪いところとあるんで、まあ比較しながら、リモート ID 機器何を選んだらいいかなっていうところの参考になったらいいなというところで、まあ説明していきたいと思います。ちなみに今回、ご好意で、リモート ID 機器貸していただいた会社さんは、Eames Robotics さんと、エアロエントリーさんになります。Eames Robotics さんに関しては、事前に取材することもできたので、その辺も踏まえて、機器の特徴をご説明していきたい
たいと思います。まず最初に紹介するのはブレイブリッジのリモート ID、 こちらですね、画像になりますが、大きさが 4cm×4cm の基板のタイプになりますね。重量はこれめっちゃ軽いです。 8.5g になってます。通信距離は 1km 以上と十分かなと思いますね。アンテナは内蔵されているのと外付けの2種類を選べて、価格はまあオープン価格なんでメーカーでは指定がないんですが、実売価格見るとだいたい1万5000円から1万8000円程度で買えるかなという感じになります。でこれご覧の通り基板タイプなので、電源供給は外付けするか機体から給電してもらうかっていうことになります。 3.6V から 9V または 6V から 55V の2系統で電気を取れるんですけど、このタイプは基板タイプとなっていて配線が必要なので、ドローンを自作したことある人、 FPV ドローン、レースドローンを作ったことあるよっていう方はこれを空撮機につけてもいいと思いますが、まあ、そういう経験がない方はちょっと難しいかなと思います。 FPV ドローン、レースドローンを作ってる人、やってる人はまあこれ使ってる人結構多いんじゃないかなと思います。とにかく軽い方がいいっていうんだったらこれですね。あと、防塵防水性能なんかがないし、基板むき出しで、まあ、配線が必要ってことで、価格は他のと比べるとまあまあ低価格になってるかなと思いますけど、ちょっと取り付けは難しいかなと思います。なんでこれを最初に紹介したのかっていう感じですけど、続いてですね、エアロエントリーのエアロ DX1 というものですね。はい、こちらはお借りしたものがこちらにあります。これはねかなりコンパクトですね。大きさが 36mm×32mm×厚みが 14mm になってます。重さは 11.5g と、まあ、かなり小さめですね。さっきの 8.5 に比べると 3g 重いですけど、3g の違いでケースがついていて、バッテリー内蔵で IP54 の防塵防水、まあこれも安心ですね。まあそういった違いがありますね。ちなみに通信距離は、一応 300m 以上は確保されてるみたいです、見通しで。価格が結構これは安めで 19,800 円で売ってます。当初ねリモート ID 機器が出た時は、軒並み4万円台のものしかなくて、リモート ID 機器高いじゃんってなってたんですよ。でリモート ID 機器がどんなものかちょっとまだ分かんなかった時は、1機ずつ付けなきゃいけないのかとかいろいろありましたけど、一応ですねリモート ID 機器は1個あれば書き換えができるんで、ドローンを3機持ってたとしてもそのドローンに書き換えをして搭載すればリモート ID 1個で済みます。まあ、書き換えがめんどくさい方は何個も買ったりすると思うんですけど、まあ、そんなことができます。ただ4万円だと高いよねって言ってたんですけど、先ほどのブレイブリッジ、それからエアロエントリーもまあ2万円を切る価格帯になってます。ちなみにバッテリーは6時間使用できて、まあこれ大きさとか価格とか、まあ、通信距離とか不満なく使える、まあ、おすすめのリモート ID の一つになってます。 11.5g だと DJI の Mavic Mini 初代とかね、スパークとかそういった小さなドローンにつけてもあんまり気にならないと思います。ちなみにあの前に Mavic Mini 初代に GoPro 8126g のアクションカメラを載せたんですけど、まあ、それでもギリ飛べたんで、その 126g でも飛べた Mavic Mini なら 11.5g とか 8.5g はまあ難なく載せられると思います。はい、じゃ続いてですね、こちらもあのご声でお貸し出しいただいた Eames Robotics のリモート ID、 これはですねすっごい届くっていうのがもう売り文句で、まあ、ちょっとね今見た目大きいと思うんですけど、グラムは 33g、 大きさはこの長い辺が 60mm、こちら側が 30mm、 厚みが 22mm になっています。はい、でこれはですね、価格は 4万3000円台ぐらいで買えるものになってますね。で IP54 の防塵防水、バッテリー内蔵で8時間使用できます。で最大の強みはやっぱり通信距離、すっごい届くということで、最大 1500m とメーカーのサイトには載っていますが、通信距離は 3500m も達成できたということで、環境が多少悪くても電波が届きやすいし安全性が高まるということは間違いないと思います。また万一機体をロストしてしまった時も GNSS アンテナが独立しているので、専用の受信機を使って捜索することもできたりと、まあ業務レベルで使える最高峰のリモート ID だと思います。あとは受信機を使えば、電波を受信してドローンの飛行の軌跡をモニターしたり飛行履歴を管理したりすることもできるみたいです。あとまあ事前の取材では原発調査とか工場の調査などにも使われていたり、国際的なスポーツ大会に使われたドローンはこちらのリモート ID が使用されていたり、信頼性の高い製品なのかなと思います。さっき紹介したエアロエントリーのリモート ID なんかと比べると、まあこれぐらいの大きさの違いがありますね。 33g と 11.5g なんでちょっと大きさ違いますけど、まあ、この大きさとかね、この形状にの違いによって、取り付けにはちょっと難があるかなと思うんですけど、コンシューマー向けの空撮機につけるってなったら、まあ、ちょっと工夫は必要かなと思いますけど、まあ、そもそもパワフルな業務機向けということを考えると、
まあ、そういう用途では問題ないと思いますし、 Mavic 2 Pro とかそういったものに確実に届くリモート ID をつけたいとかっていうんだったら、まあ、パワー的にも問題ないかなと思います。ちなみに今回お貸し出しいただいた時に、ご好意で受信機の方も貸し出していただけるっていうことだったんですけど、ちょっとねさすがに受信機は結構高価なもので、受信機だけだと多分40万円以上すると思うんですよ。受信機が必要な場合はその専用の受信機と一緒に使うっていうのが前提なんですけど、受信機を使うっていうのは、まあ、かなり業務的な仕様によってくると思うので、まあ、今回は最低限というかパイロットの方ではリモート ID 機器をドローンに搭載して飛行中にちゃんと周りにその電波を発信するっていうところまでが義務化されたところなので、受信機の方はお借りしなかったんですけどね。ということで、かなり信頼性の高い Eames Robotics のリモート ID はおすすめだと思います。最後にですね、ティート社の TDRID T1115 というね、リモート ID、こちらになります。まあ、これはちょっとね、お借りしたかったんですけど、ちょっとお借りできなかったんですが、サイズが 40mm×30mm× 厚み 14mm、かなり小さいですね。重さが 12g。エロエントリーのリモート ID と、まあ、大きさとしては拮抗してるかなっていう感じですね。IP54 の防塵防水性能があって、通信距離 300m 以上。これもエロエントリーのリモート ID と同じスペックですね。価格は29,700円。これはエアロエントリーの方が、およそ1万円安くて手に入れやすいかなと思います。でバッテリー内蔵で6時間から8時間使用できるそうです。まあスペック上は通信距離 300m 以上ということなんで、それは間違いないと思うんですけど、いろいろインターネットで調べてたら 2000m の受信にも成功したっていうことも書いてあったんで、まあエアロエントリーの方もそうですけど、ティート社の方も条件が揃えば結構通信距離伸びたりするのかなっていうところはありますね。はい。ちなみにティード社のリモート ID にはめちゃくちゃねちっちゃいタイプもあって、 T1174 っていうバッテリーレスで 5g、 T1175 というバックアップバッテリー内蔵の 8.5g のリモート ID 機器もあります。ちなみに通信距離は先ほど紹介した T1115 と同じだそうです。でこちらはねちょっと価格は分かんなかったんですけど、ちっちゃいのをつけたいっていうニーズに応えられる、まあ、8.5g のこういったものもあるみたいです。はい、ということで、外付けのリモート ID は、まあ、こんなラインナップがあるので、皆さんそれぞれに合った外付けリモート ID を選んで購入して、取り付けていただければいいと思うんですけど、一応購入先は、まあ、リンク下に貼ってきますんで、気になったらサイトチェックしてみてください。続いてですね、リモート ID の書き込みについてやっていきたいと思うんですけど、まずね、DJI 機、先ほど内蔵リモート ID 搭載のね、機器をずらっと紹介しましたけど、こちらに関しては、ドローン本体と DJI のアプリから登録記号を内蔵のリモート ID に書き込むことができます。でまず事前の準備としては、そのドローンの機体登録が必要になります。機体登録して登録記号を割り振られているっていうところが必要ですんで、機体登録していない方は概要欄から機体の登録方法を見てやってみてください。もう機体の登録ができたらね、内蔵リモート ID の場合書き込みめっちゃ簡単です。ちょっと画面を見ながら Mavic 3 クラシックで説明しましょう。DJI フライアプリを開いたら、一番右上の点点点設定を開いて、安全のタブから下に行くと、無人航空機システムリモート ID というのが出てきますんで、こちらをタップして、もうインポート済みになってるんですが、最初インポートするときは、ここにインポートするというのが出るので、それをタッチします。そうすると、DJI フライアプリからドローン登録システムの方につながって、リモート ID をインポートすることができます。まあ、その時にスマホで開いてる場合はインターネット接続あると思うんですけど、 DJI RC とか RC Pro とかを使っている場合はこの送信機がインターネットと接続している必要があります。といった感じで、内蔵リモート ID を書き込むっていうのはめちゃくちゃ簡単なんですよ。続いて外付けリモート ID の場合なんですが、これもねそんなに難しくはないです。まずは機体のファームウェアアップデート、アプリのバージョンを最新にしておいてください。でその後にこちらの DIPS アプリをスマホにダウンロードしてログインしてください。ログインするとこんな画面になりますね。この中からリモート ID 書き込みを選んで、そうすると自分の登録している機体がこちらに出てきますんで、所有機体の詳細というのを押してリモート ID の書き込みをタップする前に接続したいリモート ID の電源を入れて接続待機の状態にしてください。その準備ができたらリモート ID 書き込みをタップ、そうすると接続可能なリモート ID 機器が出ますので、これを選んでリモート ID 書き込み、これでリモート ID の書き込みが完了したらもう OK です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。リモート ID についてはもうこれで大体分かっていただけたかなと思いますので、この動画参考になったらぜひグッドボタンお願いします。また今後もドローンをね一緒に楽しんでいきたいという方はぜひチャンネル登録お願いします。あと毎回いろんなコメント
ントいただいて本当に励みになります。いつもありがとうございます。いやードローンね、あのリモート ID を内蔵していなくて事前登録もできてないと、まあせっかくお気に入りだったドローンがね、今後飛ばせない、飛ばしづらい、リモート ID 必要っていうことで、どうやってねこのドローン飛ばしたらいいか、リモート ID よくわかんないっていう人もいると思うんで、まあそういう方の参考になったらなと思って動画撮りました。リモート ID 機器何選んだらいいかっていうのも今回説明しましたけど、まあそれでも何がいいかわかんないとか、まあドローンの購入だとかリモート ID の購入について、まあ、悩んでる方がいましたら、概要欄に載ってる、まあ、メールとかあと LINE なんかで、まあ、相談受け付けてますんで、本当にお困りの方はご連絡してみてください。 Twitter、Instagram もやってますんで、ぜひフォローお願いします。さよなら。